最後のの話話がです、ねえー、福祉の話ですすね福祉まあ NPO 関係になるとやっぱりそのね福祉とかの話になってくるんですものですけど最近こうあの福祉関係っていうとこういろいろ自分もあの、まあ、個人的な事情もあっていろいろその福祉関係もいろいろ調べているんですがなかなかこの自民党のその福祉関係の政策っていうのを見ているとちょっとこれはやばいんじゃないっていうのが見受けられるんですね。 で、それがですね、その憲法、あの、自民党がやってるその憲法改正草案。に関、のところを見てると、ちょっと、うん,ん、うんっていうところがあるわけなんです。それがですね、まず、この記事貼りましょう。じゃ、でございます。 またね、あのまた聞き慣れないタイトルでございますよね。えー、憲法24条自民党憲法草案と LGBT と福祉というそのタイトルで、えー、自分はこのこのシリーズ2本記事書きました。これが、まあ、この1本目なんですけども、えー、とこれがど,のどういうことかといいますとえっ、ー、とですねちょっと待ってくださいね。 準備が悪いですから、ね、ちょい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 こうねやっていかないといけないんですけれどもえっとこの LGBTLGBT、えー、じゃないえー、っとあの自民党の,あの憲法あの草案ってまあまあもちろんあの自分自身はその憲法を変えることには全くあの まあ賛成だし、まああのー、はっきり言っては、あっ、どうどう今、古いんで、70年前にできたものなんだから、まあね変え、変えておかなきゃまずいんじゃないのって立場なんですけれども、ただ、この自民党の,その憲法草案の24条の結婚に関するものを見ていると、ちょっとどうなのっていうところがあるんですね。えっと、それがですね、えっと、自民党の,そのこちらですね。 まあこ,れこれが憲法草案に関する PDF なんですけれどもここの24条で新しい項目が追加,してまし追加されてましてその項目っていうのは何なのかと言いますと、まあ、ちょっと今から読み上げますねそれがこれなんですけれども、えっと、家族は社会の自然,かす自然かつ基礎的な単位として尊重される家族は互いに助け合わなければならない そういうところが書いてあるんですねちょっとこれあのうって思っちゃうわけなんですよいろいろこれ見るとちょっと問題が出てくるわけなんですね一つだからあの自分があのここでこれの項目を見て一つ問題だなって思ったのはあの LGBT の問題ですまあ LGBT ってなんぞやとはいう話なんですけれども まず結婚に関して、まあ、いろんなこうあの世界的なレベルで LGBTL がレズビアン、えー、G がゲイ、えー、B がバイセクシャル、両性愛者ですねそれからの、えー、T がトランスジェンダーあの出生時に、えー、診断された性と自認する性の不一致、まあ、つまりあれです、ね、性同一性障害とかののあれですねそういういの,の問題もあるわけなんですよ。 で自民党はこれに関してですね、立場的にですね、どういうふうなことになっているのかといいますとね、えー、ちょっと基本的にはその、まあ、今まで通りにしていこうということになっているわけなんですよ。ただあのヨーロッパあのイギリスだと、まあ、イギリスはあの、えっと、南西憲法って言われていてあれなんですけど、ね、文章として憲法が成り立ってはいないんですけれども、えーね、2013年に同性婚に関するあの法律ができているんですね。 えっと、これなんですけどね、えっと、え、セムセクスカップルズアック、えー、ま。あれか、マーヴィチ、え、セムセクスカップルズアック、え、トゥーサザン、サルティンか。うん、トゥンティーサルティンとも言うんだけど、えっと、これですね。まあ、これが、ちょっとウィキに入っときましょう。こういう、あの。まあ、同性愛に関する、えー、まあ、同性婚に関する法律ができているわけなんですね。 であの世界的にもですね同性婚が増えているっていう現状があるわけなんですよ。まあ、これがまず一つこの LGBT の問題が一つ結婚に関してですけどね。でもう一つに関しては、えっと、この憲法24条の,その家族条項この家族条項に関して家族は助け合わなきゃいけないっていうところに関してここは問題なんじゃないのっていうところが非常にこうツイッターとかそういったところでの意見が多いわけなんですね。 まあこう一つ貼っておきましょうえー、っとこれですねまあ3つあるんですけどまあちょっとその3つ貼っておきましょうえっと代表的な3つを貼っておかないとねわかんないですからねこちらでございますまあねあのー、あえて口にはしませんがねこれが一つ目二つ目がこちらでございますこのトゥギャザーとか結構なんかのあの読んでて面白かったんですけどねこちらです 2つ目がえっと安倍政権の憲法24条改悪を危惧する声、これが一つ。で、最後。こちらですね、最後はですね、まあ、これも長くなと申し訳ないんですけれども、えー、っとですね、憲法にだ、えー、自民憲法改憲、えー、案第24条は、 家族の問題は家族だけで解決してね国は保護しないよ結婚する相手や住居を選ぶ自由はないよというとんでもないようだったというそういう話なんですね。 まあだからこれ見ちゃうとうとんんんって思うんですよね自分もだから実際見ていや家族助け合うって言ってもあれでしょういろいろ毒親とかいるでしょうみたいなそういうところも思うわけなんですね。であとは今の時代その核家族化が進んでいるので核家族で横のつながりがない状況そんな状況であの助け合わなきゃいけないって言われても無理なものは無理でしょうっていうところはあるわけなんですね。 でそれでまあ自分もそのいやこれはおかしくないと思ってあの自民党の改憲草案の Q&A を見たんですでこれがその会見総和の Q&A なんですけれどもじゃですね。 でこれを見ているとですね全然答えになってないことを自民党側からの自民党側が回答してるんですよね。でこれの答えを見ていると,、えーっとまあ、これ読んでみましょうか実際、えー、っと家族は社会の極めて重要な存在であるにもかかわらず昨今、家族の絆が薄くなってきていると言われていることに鑑みて24条1項に家族の規定を置いたものです個人と家族を対比して考えようとするものではありませんと。 でまたこの規定は家族の在り方に関する一般論を訓示規定として認めた定めたものであり 家族の形について国がかに介入しようとするものではありませんと、うん、まあまあまあそういうふうに書いてますけどこれはちょっと個人的には答えにはなってないなとあの言わざるを得ないんですよねあのー、自分は申し訳ないんですけどあの自民党の支持者じゃありませんどこの政党の支持者でもありません今後もそうです <laughs> あのー、正直あの,、まあ、きあの先週の教育特区の話をしたと思うんですけども、えっと、自民党の小泉政権がですね経済もぶっ壊したし 教育もぶっ壊してくれたので、それ以降自民党の党として政党えー、政党として支持する気は元ありません <laughs> あ。申し上げないですけどね。うんでそれでまあそこからです。まあ、これでもしょうがないんですよね。あの自民党のこれって弱点もでもあるんですよ。自民党で実はあの正直なところを言うと経営者層、まあね会社の社長さんとかそういったところがあの支持層なので結構その福祉関係弱いんですよね。 だから、ああの、まあ、一応、祉に強いとされているあの公明党とくっつくっていうのは、分からないでもないんですよ。で、えっとそこからですね、えー、LGBT の話を、えっと、もう一個、えー、書かないと、えー、貼っておかないといけません。こちらでございます でこの LGBT2、まあ、個目ですね、えー、っとそのそのに貼ったんですけどもこ,のこれでここで自分はあの何をあの問題としているのかというとですねあのここの,あの予算なんですね予算の話してます今年の,あの日本の予算とイギリスの予算を比べてみました、えっと、まずです、ね、財務省の出した、うん、9今年はあの97兆円というあの、まあ、予算をあの日本 日本側は出しているわけなんですけれども、えー、っと、ちょっと待ってね、こちらですね、こちらです。でこれはあの平成29年の予算のポイントなんですけど、財務省なんですけれども。 えっとこれがあのトータルの,あのお金だと97兆円というあのお金を計上してるわけなんですね。でそのうちの、えっとえー、社会保障関係えつまりまああ,のあれですね、えー、福祉関係ですね福祉関係の予算っていうのは32兆円になっています。まあ、えっと2ページ目、えー、何ページ目のグラフだこれ、えー、どこだっけな <laughs> ちょっと待ってね <laughs>。 あ6ページ目か、ここの,あのページはここの,の PDF の6ページ目のところに、このあの、まあ、予算に関する、まあ、構成費が書いてあるんですけども、えー、っところ三32兆円が社会保障費、まああの福祉とかそういう関係の予算だというところなんですけれども、実はですね、そこからですね、自分はあの調べてみたんですよ。イギリスの予算調べました。そうしたら驚愕の事実があの分かったわけなんですね。それがあのこちらでございます。 まあこれもウィキなんですけども、こちらですね、英,英語のウィキなんですけれども、じゃですね、えっと、これ、まあ、英語なんですけれども、英語なんで申し訳ないんですが、日本語のウィキがないので <laughs>、自分も英語読むしかないなと思って、英語で読んだんですけど、 ガバメントスペンディングインでュユナイテッキングダムなんですけどもまああの2015年から16年の UK、まあ、イギリスの予算ですね予算に関するあのデータをあの出して今出したんですけれどもここであのポイントなのはトータルのこの予算とあとこの 社会福祉関係福祉関係にかける予算の比率がなかなか面白くてですねイギリスの場合なんですけれども、えっと、この予算が107円です日本より10兆円多いです日本より10兆円多くてでさらにですね、えっと、この,あの社会保障の費用を調べてみるとですね結構そのソーシャルプロテクションとヘルス、まあ、この辺をあの一緒に考えてみると半分、まあ、あのもうほとんどこの半分を占めているわけなんですね。 比率としててほぼ50%を占めているまあ、つまりこうあのもっと具体的な金額を言ってしまうとえー、っと何53兆円えー、っと53兆円だよなそうです,そうです約53兆円です20兆円もえー、っと違いますこれはまず大きいんですよねでそれからですねあの日本のその今の問題っていうのはその 横のつながりがりとにかくか先ほど申し上げた通りその核家族化が起きて進んでいって横のつながりが地域のつながりとかがなくなっているっていうのがポイントなんですよ。隣組とかねそういうところがあるんですけどもあとまあ一応隣組っていうのがあるので、まあ、それもね見あのウィキ貼っておきますけどもまあこれあの戦前の頃大東亜戦争の頃にあのやっていたものなんですけどもこの制度まあ今の今の町内会のあの元ですね これなんかはやっぱりこうあの、まあ、地域の安全とか地域の治安を守るとかそういう役割があったわけなんですけどもそのほかにですね、まあ、この介護介護関係もやっぱりこういっうところも担っていたというところがあったそうなんですね。で、まあ、戦後ね大統亜戦争が終わってから、まあ、自分自身、まあ、ここから自分の考えも入っているんですけどもまずあのあの高度経済,経済成長1950年代から1970年代。 までのその頃のやっぱり人たちっていうのはやっぱりみんな若かったですからそんな福祉のことなんて考えなくてもよかったんですよねまだねあのまあそう隣組は解体されたけどもこれ GHQ に解体されたんですけどねアメリカの GHQ に共産主義の,あの温床だっていうことで、まあ、そ,そういう難癖のつけ方もおかしいんですけどね <laughs> それでまあまだそれでもあのあれだ町内会とかあったんですけど ただまあそういうあの高度経済成長の時にまあ経済のことだけ考えりゃなんとかなるわみたいなそういうふうな流れもあったんでしょうねおそらくはねそういうところがあったからまあそこで考えていなかったでそこからまあ隣組とかもなくなっていってで地域のつながりもなくなっていったまあそういったわけでこうあの今顔を言うあれだ今日は下が回ってないですね <laughs> その予算にかける 福祉関係の予算がちょっと少なくなっているんじゃないのかなと自分は思うわけなんですね。で、このちょっとこの記事のところでまあ、書き忘れたことが1個ありまして、まあ、長いんでね、ちょっとね、あの自分も書き忘れてたんですけど、実はこれだけあの予算が少ないと何が起きるのかというと、保育士とか介護士の方たちの、えー、待遇が非常に悪いというその現状があるわけなんですね。ここはやっぱり問題。 これまたすごいですよ、この保育士の給料とか調べてみたんですよ、これはあの、この社労士の、まあ、ある社労士の方の記事なんですけどもね、こちらでございます保育士の給料は一体どれだけ安いのかと、そういうのがある、まあ、東洋経済のあ,のあれなんですけど、どうやらこの、まあ、保育士にしてもその公立と私立だと、やっぱりこう年収に相当な開きがあるそうなんですね。 えっと保育士の全国平均だと323万なんですけども、えー、公立だと539万円だけど民間だと民間の保育所だともう少しかなり安くなるそれよりもかなり安くなってしまうというデータがあります。だかか最近で、ね、何何万万とと給料が十何万とかであの えー、月給か月給が十何万でやっていけないよっていうそういう話とかも結構出るのはそういうことなんですねだからこれも予算の話で出てくるわけなんですでもう一つえっ、ー、とそれからあそうかこれもあったか低賃金とあの低賃金の実態と背景とかねこういうのあるわけなんですけどこの辺結構やっぱりその自民党にとっては耳の痛い話かもしれないんですけどもね かなりこの辺はその安い給料、まあ、あの1万円上がってきたとっていうこともあるけどそれでもまだまだその保育士自体の,その給料っていうのは安いんですねすごくね全国期に見てても他のその業種と比べても安いというところこれ問題なんですねでもう一つ、えー、とそれからの介護職員介護職員に関しても給料が安いというあの話があるんですねこちらでございます これもすごく問題だしこれ見てるとやっぱりそのえっと福祉施設のその介護員の月給が2014年ですね今から3年前の段階だと21万円というところ22万円かえ上均で22万ちょっと低いな まあそのボーナスがいくらにかによるんですけどね、ホームヘルパーって22万か、うーん、やっぱりちょっと低いんですよね、これね。この辺の問題も、やっぱり非常にあのどうなのかなというところはあるんですね。この辺は本当にこうちゃんとこうやっていただかないと困るなというところだと思うんですよ。やっぱり、その他の、やっぱりイギリスと比べても、福祉の予算がとにかく少ないっていうのはあるし。 でまあ、アメリカもちょっと調べたみたいなんですけど、あ,あそこも100何,100何兆円かな、それぐらいのあの予算がかかっているっていう話らしいので、まあ、なかなかあれだなぁと思うんですけれども、まあそういったわけで,で、すねなかなかその福祉のことをあの憲法からその福祉のこと結婚とか福祉のことを調べてみると、なかなかこの,あの自民党のその 24条の改正草案っていうのはあの問題だなと個人的には思うわけなんですね。まあ、確かにその憲法あの改正するとかあの一気にあの緊急条項とかで停止して一気に変えるっていうのはいい,い,いんですよいいんだけれどもあの確かに防衛のこととかあるから。 だけどこ,こっちの方もやっぱり考えていかないとやっぱり今後その我々の,その平均年齢っていうのもどんどん上がっていくし今の状況でも一人の人がえっと3人2人とか3人のご老人まあねお年寄りの方をえっとまあケアしてるみたいなそんな構図ですからねちゃんとそういうところもあの考えていかないといけないんじゃないのっていうのはあの自分の今回あのこの福祉の取り上げた。 まああれなんですけどね理由なんですけれどもね、えー、そういったわけで、えー、今回のこの福祉はここまでになります。